っとまあいろいろレースについて聞いてきましたけれども、せっかくなのでちょっとコンデル作品についてもインタビューしてみたいなと思います。誰かいらっしゃるかしら、いらっしゃるか、あー、こんなところに。こんにちは。お名前は？アダクフです。アダクフさん、これコンデル作品ですか？はい、コンデル作品です。あ、車、うわすごい、見て、おしゃれ、黒にこの蛍光の黄色っておしゃれです。何？取れたんですけど。取れた。何？こちら乗ってらっしゃるのは？運転席に乗ってらっしゃるのは？小川ひろみさん。いや本名かい。かえちゃんじゃん。ちょっとかえちゃん、かえちゃん。かえちゃん乗ってる。かえちゃん。しかも左ハンドル。そうです。いつも右ハンドルで左ハンドル憧れなのに左ハンドルに乗ってるかえちゃんが。GT カーのあの。すごい。かっこいい。今回このコンデレ作品いかがでしたか？結果は？結果はガッツさんからアンコいただきました。ありがとうございます。壊れました。壊れた。ちょっと不吉ですけれども、かえちゃんがちょっと暑すぎてね、ちょっとね、運転席ちゃんと今回もあのデクロスに乗せれるようにちょっとあの、ちょっと首だけ取られるとちょっとすごくリアルな映像になってしまう。でもこれ一つ一つテクって作ってくれたんですよね、はい、すごい嬉しい。今回どういうところのポイントですか？やっぱかえちゃんの丸さをこう際立たせるため。丸さって、かえちゃんの顔丸さって、おい丸さを際立たせるってなんやねん。本当にチャームポイントになっとるやないかい。なんかいい感じで丸く入れて。 あとあれですね、口元のほくろも。あ、そうですね、これちょっと大きめに。おお、すごい、しました。ちゃんとね、かえちゃんってわかるもん、やっぱ眉毛太いね、かえちゃんってね。そうそうぴったりのシールが。すごい、めっちゃ嬉しい。これまたあのデクロスに乗せられるんで。ちょっと新しくデクロス作ったんですよ、だから上半身取れるんで。ちゃんとすごいね。今回の作品、自分的に点数をつけるなら何点ですか？あ、すごい、100点です。ここで一句、100点のかえちゃん乗せてデクロスへ。ありがとうございます。勝手にこれもらっていいですか？今度持ってきます。今度持ってきます。いいですか？やった。ちょっとデクロス乗せたい。デクロスに乗せるぞ、ファイヤー。はい、ということでたくさんの皆さんにお会いできて、インタビューすることができました。やっぱこうインタビューして聞いてるとね、あと実際に会ってお話すると楽しいですね。楽しいだけじゃダメだ。もう次回のレースに向けて、かえちゃんも一つ一つアドバイスをね、実践できるように頑張っていきたいなと思いました。ここで一句、次回から新たな挑戦始まります。ありがとうございます。かえちゃん自身も新たな挑戦としてジャパンカップ、まあ、当選まずするっていうのをお願いして、その後にやっぱ実際にね、しっかりと自分の新しい挑戦をしっかりと皆さんに成長を見せていけるように頑張りたいなと思いました。今日インタビューしてね、みんな成長を見ていますっていうことを言ってくださったので、成長をしっかりと見せて、そしてミニオークの楽しさ、ちょっとこうかえちゃんと一緒に頑張ろうって思える気持ちをね、まあ、こんなかえちゃんでもミニオークやってるんだって思ってもらえるように、なんかこう一緒に頑張っていこうっていう相乗効果で盛り上げていけるように、ミニ四駆を盛り上げていけるように頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。なんか夏って暑いよね。当たり前か。